YouTube をご覧の皆様、ワイパーの安武です。やってまいりました安武の部屋、今回はですね、はい、大変お待たせいたしました、こちらですね、フランスのウールプリズナージャケット、まあ、以前 の入荷動画の方でも、かなりご好評いただいたんですけれども、ちょっとお時間いただいたんですけれども、今回やっとご紹介の方をさせていただきたいと思います。プリズナージャケットなんですけれども、かなり年代の方古いということで、具体的にどれぐらいの年代なんだろうということで、ちょっと調べてみたんですけれども、どこを調べてもちょっと出てこないので、どれぐらいの年代なんだろうというふうに思ってたらですね、ちょっとヒントになるアイテムがありまして、はい、ちょっと映ってるんですけれども、今回一緒にご紹介します。はい、こちらがですね、イギリスの、バトルドレスジャケット、1949パターンジャケットということで、1949パターンという名前で、結構メジャーではあるんですけれども、こちらこのフランスとイギリスなんですけれども、実はディティールの方がかなり似通ってまして、まあ、見ても分かる通り裾にこのベルトがついたデザインとかですね、あとはこういうちょっと丈が短いちょっとボックスのシルエットであったりとか、まあ、その他にもですね、かなりディティールの方が似通った部分っていうのがあってですね、まあ、フランスとイギリスっていうのは、まあ、第二次大戦時から連合国だったんですよね。でもっと言えば、まあ、アメリカも同じく連合国だったんですけれども、アメリカも1940年代から50年代あたりにアイクジャケットってあって、でそのアイクジャケットとこのイギリスのバトルドレスジャケットっていうのがまたすごい似てるんですよね。なんで、まあ、これは予測なんですけれども、まあ、連合国間でちょっとデザインの共有だとか、まあ、もしかしたらそういうのがあったんじゃないかなっていうことで、まあ、これもかなり推測なんですけれども、まあ、このジャケットがですね、一応1949パターンということで、まあ、大体1950年代頭から大体1960年代あたりまで使われてたんですけれども、おそらくこのジャケットに関しても同じ年代あたりではないだろうかというちょっと推測をしてみたわけです。はい、で、まあ、今から撮影の方をしていくんですけれども、まあ、先ほど申し上げました通り、ディティールでかなり似通った部分があるんで、その辺をちょっとご紹介していきながらですね、まあ、かなり似てるんで、結構面白いかと思いますので、はい、ぜひご覧ください。はい、それでは、撮影の方やっていきたいと思います。はい、本日も、LL ウッドさんですね、はいはい、コーデの方を組んでいただいております。はい、はい、LL さん、コーデのポイントなんかは？ポイントですね、はい、まあ、割とシンプルで、まあ、しかもショートだけのアイテムなので、上はちょっとね、白地とかロングティに合わせてシンプルにして、下はもうボリューム持ってきてますね。バルーンパンツに合わせてちょっと秋の来ないような感じのスタイルを組んでみました。あともう一つですね、こういうのってやっぱショートだけなので、タックインが、まあ、合わせやすい方もいらっしゃると思うんですけれども、割とロングティとかに合わせて下をちょっと細身のパンツに合わせるとロックスターのような感じで、ちょっと今っぽいようなスタイリングもできるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、じゃあそれでは撮っていきたいと思います。まあ、着丈が短いデザインで、ちょっと袖の方にですね、いい感じでゆとりがあって、ボックスシルエットなんですけれども、結構デニムジャケットとかですね、まあ、506XX とか、まあ、その辺好きな方は本当好きなシルエットじゃないかなと思います。コーデの方もですね、それと同じ感じで組んでいただけたらですね、色味も合わせやすいシックなグレーカラーなので、はい、実は意外と使いやすいかなと思います。一応襟裏の方がですね、これステッチが入ってて、まあおそらくこういった感じでちょっとスタンドカラー的な感じで着ていただくのが一番いい着方かなと思います。はい、じゃあですね、ディティールの方をですね撮っていきたいと思います。で先ほどですね、イギリスのこちら、はい、バトルドレスジャケット、これとすごい似てるっていう、話をさせていただいたんですけれども、まあ、ディティールを取っていきながら、こちらですね、両者 の比較もやっていきたいなと思いますので、ちょっと見ていただければ本当に似てるんで、まあ、面白いなと思っていただけるかと思いますので、はい、ぜひご覧ください。じゃあまず袖口ですね。袖口は
こんな感じで両者ともあのシンプルなデザインになってます。これがワンタップ、こっち、こっちが2で、こまあでもそうですね、こっちはワンタックなんですけど、まあ、これはよくあるデザインなんで、そうですね。でこっちは一応あのステッチが3本ここに入ってます。確かに結構タフな仕様ですね、うん、はい、これニテレナポイントその1、まあ、さっきもあのお話ししたんですけど、ここベルトですね。この辺のベルトのデザインは本当すごい似てますね。若干の太さだったりとかは違ったりはするんですけれども、そうですね、かなり似てます。バックルもなんか一緒なんじゃないかなっていう感じです。パッドも一緒ぐらいですね、ここに入ってる、うん、続いてなんですけど、はい、胸ポケットになります。はい、でこちらですね、あのイギリスのバトルドレスジャケットの方は一応両サイドに、ポケットがついているデザインになっているので、まあ、ここはちょっと違うかなっていう感じです。一応あのフラップ付きで、まあまあサイズもあるのでかなり使い勝手のいいポケットじゃないかなと思います。申し上げました通り、こうステッチが入ってます。なんでまあスタンドしやすいですね。かなりこうステッチが入ることでかなり補強がされて、まあ、立ち襟での着用がまあ一番最適なデザインではあるかなと思います。まあ、もちろんこういう感じでですね、ちょっと乗っていただいても全然大丈夫ですので、はい、そこは好みの着用ができるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いての似てるなポイントですね、はい、まあそうですね、ヨークの切り返し入ってないんで T にはなってないんですけれども、まあ、背中にハゲが入ったデザインになってます。でさっきフロントのベルトの時にもちょっと触れたんですけど、ダーツが入ってます。2箇所、これもまあ同じような位置に入ってますね。はい、あこっちは3つ入ってますね。まあ、ただこれもダーツが入ったデザインになってます。ここにボタン穴があるんですね。でこっちのバトルドレスジャケットの方なんですけど、1949パターンのウールトラウザーっていうの、はい、うちの方でですね前回販売して、まあ、ありがたいことに完売してるんですけれども、そちらのトラウザーのバックポケットの上あたりにはボタンがあってですね、ここにそのボタンをはめるような感じになってます。はい、で、まあ、ここをまあ固定することで、まあ、隙間がある程度軽減されるので隙間風の軽減だったりとかですね。でそれでフロントの方はまあさっきお伝えしたベルトの方で締めていただいて、まあ、ここの気密性を高めて保温性を高めるっていう感じではないかなと思います。で、こちらのプリズナージャケットの方にもこういうボタンがありますということはですね、これプリズナーの、パンツの方も存在していると。で今回ですね、ちょっと入荷してなくてご紹介はできないんですけれども、上下セットで使われていた、ものになるんじゃないかなと思います。ということでですね、この辺の、まあ、用途的なディティールっていうのもすごい似通ってる感じです。まあ、襟の方はですね、これ1949の方は上まで留められるようになってます。まあ、大してこっちはボタンはないですね。結構こうスタンドカラーな感じで着ていただけるとデザイン的にちょっと面白いかなと。はい、じゃあ、フロントの仕様の方を取っていきたいと思います。でフロントのデザインなんですけれども、こちらはもう両者ともに前立てでボタンが隠れるフライフロントデザインになってます。最後ですね、これフロントに一つしかポケットがない代わりに右側内側にポケットがついてます。なかなかスマホの収納なんかにちょうどいいサイズ感じゃないかなと思います。
いきます。じゃあ次ですね、バトルドレス、イギリスの方も、今から着用の方していきたいと思います。こちらのイギリスの、1949パターンのバトルドレスの方は、肩の方にエポレットがついてます。フランスのプリズナーの方にはエポレットがないんですけれども、こちらバトルドレスは、まあ、兵士が使うということで、そもそもエポレットっていうのが、まあ、肩に双眼鏡だとかですね、水筒とかを下げた時に、ずり落ちないようにとか、銃撃された兵士を救うためにそこを掴んだりとか、まあ、そういう役割のあるディティールなんですけれども、プリズナージャケットはですね、兵士向けのではないので、まあ、その後にプリズナージャケットの、まあ、囚人用にはなるので、そこはエポレットは必要なかったんじゃないかなと。はい、こちらフランスのプリズナージャケットとイギリスのバトルドレスジャケット、撮影の方してきました。で、まあ、こちらがですね、はっきりとした年代がわからないということで、まあ、両者比べてみたんですけれども、そういった感じで時代背景を加味しつつ、ちょっとディティールの面で見ていったら、なんかちょっと面白いなと。なんで、まあ、完全に考察ではあるんですけれども、ここはおそらく同じぐらいの年代に生産されたものではないかなと、思います。まあ、両者ともにですね、かなり年代もので、まあ、そんなにというか、まあ、今回入ってきたのも結構奇跡的なことじゃないかと。もうそんなに放出があるものでもないので、まあ、もしかしたら今回が最後かもしれません。ぜひですね、お見逃しなくっていうところです。では、この動画が良かったなと思っていただけましたら、グッドバナーの方よろしくお願いします。はい、インスタグラムとか、SNS の方も、頑張っておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただけたらなと思います。それでは、次回もお楽しみに。さようなら。バイバイ。